あ、はいどうも、パテモス協会でございます。というわけで本日もスーパーでお弁当を買ってまいりました。まあ節約なんで本日も締めて500円いかないお弁当、お昼ご飯でございます。というわけで本日はまあもうまたかよと、またかよお前はこれか、麺類ばっかかよと言われることもあると思うし、またかよこれかよと言われることもありそうなものをまた買ってまいりました。この音を聞いてみてわかるかもしれんな。よし、取れた。というわけで本日はスーパーの350円、締めて480円ぐらい、380円ぐらいの弁当と、辛ラーメンが88円。なんと、辛ラーメンが88円でございましたね、買ってきました。うん、あんま普段辛ラーメン食わないんですけどね。88円とか書いてあったら、それはね。お湯を入れて、3分、あ、3分なんや。5分ぐらいなんかもで麺しっかりしてから。結構お湯少なめなんやね。お湯少なめに、お湯の線まで入れるとお湯少なめなんやなと思いました。うん。ちょいちょいね、車で飯食ってるとね、木島さんのパクリって言われるんですけどね、車で飯食ってるやつも世の中どんだけおんねんいう話ですけどね。本当に。車で飯食ったらもう真似ってね。じゃあもう、世の中木島さんファン多すぎるやろ、それ考えたらね。うん、木島さんがご飯、車でご飯食ってからご飯食ってんやろ。その辺のおじいちゃんも目で見てるってことになりますからね。頭使ってくださいよ。はい。まとめ混ざりましたので、いただきまんます。うん、意外にあっさりしてたっけ？こんなあっさりしてたっけ？メガネが曇る。うん。うまい。この前もさ、これ、コロッケじゃなく、白身フライ飲んで買っちゃったんやけど、やっぱね、コロッケ、これ、よく今日見た、ちゃんと。よく見たんですよ。なら、ね、何の差やったかな。これが、卵焼きなのか、なんかしょぼかったんだよな。卵焼きじゃなくて何やったっけな。微妙やったな。肉団子。そう。うん。肉団子1個。うん。とコロッケ。なのかの違い、なのかの違いでした。うん。なもんで白身フライと、卵焼き俺好きやからさ。うん。の方を、結局選んじゃった。なんかコンビニ弁当もちょっと迷ってんけど、あとマクドナルド。今の俺には高い。今の俺には贅沢すぎる。うん。でもこれで十分ですよ。家じゃなく外で食えればそれで満足。朝から、朝8時半からね、まだゲームしまして、で、12時前から、ちょっととりあえず出なきゃいけないっていうか、まあ、買い物も行っとかなあかんかって、マヨがなくなってたんで、昨日でマヨなくなったし、ウェットティッシュもなくなったし、
あと卵もあと3個なんでね、買っとかないと。一週間。またなんかちょっと寂しい思いしないといけないんでね、卵がないと。で、今日スーパー行ったらね、ペヤングのまだ超大盛りやつ、二玉のやつのシーフードマヨみたいなやつ売ってたんですよ。まあ、マヨやったかどうか知らないけど、シーフードのやつ。それ買ってきました。うん。それ買っときました。あと何買ったっけ？それっぽいも。あと、日清の台湾まぜそばはもうスーパーで190円ぐらいやったんで、一玉では多分足りないと思うんで、二玉買っときました。まあ、二玉食ったところで、400円ですからね。お安い。じゃあ、ちょっと遅れまして、新年のあれと誕生日プレゼントでっていうことでね、ラーメンなんかつけ麺なんかちょっとわかんない。まだ、ちょっとまだしっかりね、確認はしてないですけど、冷凍で二玉いただいたんで。それもね、いただきたいな、思ってます。いやね、こう、飯動画をしてるとね、食べ物を送ってもらえたりもするっていうのはね、非常にありがたい。単純に生命をね、つなげれますからね、食い物があれば。うん、そもそもやっぱ食うっていうことはね、生物界では一番大変苦労することだと思うんですよ。植えるものを探すとね。うん。それをね、助けていただいているっていうのは非常にありがたい。アルバイトかな、男の子がね、レジしてくれたんですよ。後ろにサポートのおばちゃんがついてて、見ててね。いや、すごいね、声がハキハキしててね。まあ、まだマニュアル感もちろんあるけど、声がハキハキ大きく出せる子はいいね。昔語りの考えかもしれんけど、仕事で声のちっちゃいやつをダメやと思ってるんですよ。コンビニとかでも店員いるやん、何喋ってるかわからないような。呪いの呪文でも唱えてんのかなみたいな感じの喋りのやつとか。結構コンビニって緩いや、その辺って。で、利用してる人もそんなもんかなと思ってる分も多少あると思うんですよ。そういう子がいてもいいかなと。まあもちろん店舗によって教育方針違うと思うしね。頭にボソボソってした子いるやん。あれダメだと思うんだよな。
耳、でかい、耳痛いぐらいね、声でかいやつもしんどいけど。おばちゃんにね、人気あったよ。レジのおばちゃんもね、俺のレジ、補佐した後ね、お昼ご飯行ったのかわからんけどね、違うおばちゃんと交代したんですよ。なんかその男の子は、ありがとうございました、よろしくお願いしますって次の人にちゃんと言ってたね。ちゃんと聞こえ、俺に聞こえてる。俺にもう一回二回ありがとうございましたから言ってくれたのか、またおばちゃんに言ってたもん。気持ちいい、うん。ま、俺の中の、偏見として、声のちっちゃいやつ、字のちっちゃいやつはあかんと思ってる、ね。うん。偏見ですよ。もちろん。うん、もちろん偏見ですけど、うん、うまかった。というわけで、偏見だらけの中年が、今日のお昼は、スーパーの370円の海苔弁当と、88円で売っていた、辛ラーメンを食べ、締めて500円もいかなかった、ああ、節約できてよかったねっていう感じの、昼食でございました。美味しゅうございました。というわけで、ごちそうさまでした。というわけで皆様、週の1日目、ご苦労様ですけども、頑張ってくださいませ。ほな。